こんにちは、速地区の久保です。今回の気になる男127話なんですけどもちょっとここ最近のね、えー、家族との付き合い方をまとめて一つの動画にしてみようかと思います、えー、シンプルに考えてねこう家族ってのはあの稼ぎ手からすると要するに、まあ、大体お父さんが稼いで家族を養うって形が、まあ、スタンダードだと思うんですよねまあ共働きっていう考え方もありますけどもあくまで奥さんって 補助的な働き手として存在しているってところは今でも変わってないと思うんですよ。例えばお父さんが全体の稼ぎの7割ぐらい、8割ぐらいを稼いで補助的に奥さんが2割とか3割をやっていく。まあ、もしくはギリギリ頑張って5分5部ぐらいなんじゃないかなと思うんですよね。お父さんが稼ぎの3割を作って奥さんが7割っていうのはあんまり聞かないので、やっぱりこうどちらかが主でありどちらかが10という形になってくると思います。そういう意味でね、例えばあまあ、子供に何かがあった場合は。 あのお父さんが奥さんにちょっと会社を休んでコれコれしてくれないかっていうふうな立場っていうのは分かれるんじゃないかなと思うんですよ。それに対して私だって仕事をしてるのよっていうふうにそれは強く主張したいところは分かりますけどもでもやっぱりどっちの仕事が失われたら致命的かっていうことを考えたらやっぱりね、まあ、奥さんは納得せざるをえないというところがあるんじゃないかなと思うんですよ。 奥さんは自分の社会参画とかやっていて楽しいかなっていうふうなねお金がもらえる趣味として働いている場合があるっていうことなんですよ、まあ、これはひどい言い方に聞こえるかもしれませんけどこれはね私が勝手に思うんじゃなくて冷静にその立場を考えてくるとそうなんですよねだから仕事を奪われるのが面白くないし嫌なんだと思うんですよでもご主人っていうかお父さんはねどちらかというと仕事が好きでやってるのかっていうと実はそうじゃないケースが多いです 趣味のようにやってるかって言ったらそんなことないです。もう自分の趣味とか思考とか関係なく、なるべく多くの金を稼いでこないと、家族を養えないから、養えないから仕方なく奴隷のように何かの仕事に従事して、そこでどんなひどい目にあっても耐えながらね、それこそ、あの、ま、血のしょんべんという表現がありますけども、文字通り血のしょんべんを出しながら、それを家族に黙ってね、出勤していくわけなんですよ。だから精神を病んだりとか、体を災難だりしながらね、 まさに命を切り売りしながら今日も出勤するわけなんですよ。まあ、それに対して奥さんがね、どんな言葉をかけてあげるのかって非常に重要なんですよ。一つ私のね、サラリーマン時代の例を申し上げますと、私、サラリーマン時代に、うちの会社ではないんですけども、ライバル会社で過労死っていう問題が出たんですよ。実際に私のよく知っている社員さんが過労死で死んでしまいました。うんまあ、非常に気の毒だなと思ったんですけども、その、 サラリーマンの A さんと言いましょうか A さんがお亡くなりになった後奥さんがいたんですけども奥さんがねあの会社を相手取ってて訴訟を起こしてるんですよ自分の主人は過労死をしたここまで働かして会社は何をやってるんだっていう風に訴訟を起こしたんですよねでその訴訟を起こした時にまあ私が勤めていた会社の中でその上司の方がね やっぱ関連の会社だったんで、まあ、こういうことがないようにやっていかないといけないよねっていうふうな、この緊急で会議をしてくれたんですよ、社員に対して。その時に、女性社員にね、こういうふうに言ったんですよ、女性社員の方に語りかけて、あのおそらく、この私たちの会社では、社内恋愛、社内結婚が多いだろう。それは、男性の仕事を理解した上で、社内で知り合った女性が、同じ仕事の仲間としての信頼、そして、 忙しいの分かっていながら家族を支えていけるという決断をするから結婚されると思うんだとその中でねもし自分の愛する旦那さんがヘトヘトになってもう目のね視点も定まらないような形で体に夢中打って出勤をするような場合どうするかってことを考えてほしいとそれはですねあなたと会社はもう行かなくていいよととりあえず今日は休もうそれでも会社は回るよとあなたがいないぐらいで会社は潰れないから大丈夫 それよりも私はあなたが大事なんですと。あなたがいてくれれば仕事はいくらでもあるじゃないの。私も働いても全然構わないから。っていうふうに、やっぱりね、会社に行くことを止めてあげてほしいっていうふうに、その会社の人事の方は言ってたんですよ。あ、すごいいいことを言うなと私も思いましたね。あ、すごい度量だなと。会社の人事の方が無理して会社に行くなっていうふうに、社員にこうやってね、話すんですよ。で、その反面ね、 何が一番ひどい奥さんなのかってことをよく考えてくれる。それはね、ヘトヘトになった旦,旦那さんを、あなた、頑張って行ってきてって送り出す奥さんですよ。ね。頑張って行ってきて。まだ家のローンもあるんだから。あなたが頑張らないと私たちの暮らしどうなるのっていうふうに、プレッシャーをかけてどうするんですかってことなんですよ。旦那さんはこういう時こそ家族の癒しとか優しさを必要としてるんでしょ。と自分が癒される場所、それが、 家庭であり家族のはずなのになぜか家に帰ると働いてこいと言われるこれはまあ奴隷状態じゃないかというふうにねその人事のことは言われたんですよでそこでですよそのお亡くなりになった A さんの家庭のことを例に持ち出したんですよこの今回の件は A さんが亡くなって A さんの奥さんがね訴訟を起こしてるけども一番悪いのはこれ奥さんだよとね奥さんが足に 手張りついてでも旦那さんを会社に生かかちゃいけなかった。もうあなたがもうこんなに追い詰められるぐらいもうあなたの体力とか気力ではこの会社は向かなかった他の社員はやっていけてるだろうけどもでもあなたはダメだったんだよそれは恥ではないよとみんなと同じようにやる必要はないだってみんなそれぞれ別の人格別の個性を持っていて向く仕事向かない仕事があるし役職について 頑張れれる人もいれば平だからこそ実力を発揮できる人もいるんだからみんなが出世しないといけないわけじゃないでしょとその上で必要最小限家族を守れるような形をみんなで作っていきましょうってうことなのに奥さんは会社に行ってこい言うから旦那さんははじかれるように会社に行く会社に行っても当然休みはないし癒しはないとで家庭に帰ろうと思ったらまた家庭では奥さんが行ってこいというもうね自分が家庭にも会社にも居場所がない宙ぶらりの状態になってそのまんま お亡くななりになるそういうい道を選んだんだだよとだから訴訟を起こすなんてとんでもないとこの奥さんに対して訴訟を起こさないといけない会社としてもなんでこの A さんを守れなかったのかというふうな素直に思ってるよと家庭で受け入れて家庭で休ませてあげないといけない癒してあげないといけないのに家庭で会社に送り出してねほら行ってこいってたきつけるのはこれはどういうことだと会社ってのは来た以上社員はちゃんと使いますよと一人前の人間として。 ね、働きとして使うよとでも家族っていうのは家族のメンバーとして仕事よりもあなたが大事というふうに言ってあげないといけないもう目先のお金よりもあなたが生きていればなんとかなるっていうことをやっぱり奥さんが訴えかけていかないと何でもかんでもね奥さんはね自分の3食昼寝つきを守るためにひどい言い方をねしているようでしたけども当時そう言ってましたよ自分の3食昼寝つきを守るために旦那さんを犠牲にしどうするんだとそうじゃないでしょうと。 旦那さんは奥さんの奴隷じゃないですよと。あの旦那さんはね、お金稼ぎマシンじゃないですよやっぱその辺を働き続ける人と働くなくなっちゃった人っていうのはだいぶ気持ちが分かれるし、あとね、私も家事で大変なんですとかね、子育てで大変なんですっていう人もいますけども、大変ですか本当に。家事ごときが大変ですかっていう風に、その時は言われてまして、確かに家事大変じゃないなって私、未だに思うんですよ。 いや家事で給料がもらえるんだったら家事ばっかりやってるよみたいな感じですよねで。そこそこ大きな家でも別に1人で掃除もできるし例えば家族が5人6人いても洗濯物なんてそんなにね手間がかかるもんじゃないですね布団だって5客6客うんどうってことないですよねそんなのね。いやこれが大変だって言うんだったら1人暮らしもできてないじゃないかって話なんでそもそも結婚相手として選ばれてないって話なんですよ。 だから家事が大変とかね。あと子育てが大変だって言いますけども、子育てにはどんな手間がかかるのかを、やっぱり学んだ上で子育てに入るんでしょっていうことなんですよ。だから要するに事前準備がない人が大変だ大変だって言ってるだけで、あとは自分のね、やってることを価値高いものに見せる。その演出として、いやー本当大変なんですよっていうだけでね。まあ、例えばね、こういう例があるんですよ。私、あの、町内会に会長として関わっていた時期があるんですけども、 あのやっぱりね町内会の会長って大変ですよねとか言われるんですよねいやいや会長をやってるんですか大変ですねみたいないやいや大変じゃないですよ町内会の会長ごときだって会長なんだからめんどくさいなと思ったらやらない権限があるじゃないですかねでいつまでも大変だ大変だっていうふうに前の会長も他の役員さんも言うからやりたいって人減りますよいや会長やったら 権限がちゃんと使えるし、会議も無駄なものはやられずに済むし私なんてのはもう在宅で YouTube で町内会の会議やってもちろん楽でしたよってそれをだから相続する継承するかどうかは次の会長の裁量になりますけども私はもう全然あの生活に無理のないように面倒くさいことはもう会長の権限でやらないって決めてやってきましたし予算の執行権もあるわけだから会議を召集して会長としてはこう考えてますって言ったら大体イエスマンなんですよ。 だから楽ですよちゃんと権限を使わずになんかおかしなね慣習とかばっかりを踏襲しようと思うから前例主義になってくるからやらねばならないになってくるんですよいや自分が会長として選ばれてこの町のね権限を預かってるんだったら好き勝手やればいいんですよそれで何か文句があるんだったらあじゃあもう今日にでも会長を辞めるんであなたがやってくださいでいいわけじゃないですか で文句ばっかり言ってじゃああなたがやってくださいに従わない人を従えていくってこともできるんでね。うん。だからこれがね結局ねあの何を意味するかってことなんですけども、うん、家族って問題を考えた時に何でしょうねやれることをやっときゃいいんですよ。やれないことをやっちゃダメなんですよ。人間なんでね。で少しずつやれることの範囲が広がっていくんですよ。 でその時に広がったやれることをまたやるのかやらないかも自由でなんか、ね、自己規制っていうのはね美しいような気がしますけどもこれ自己規制なんて一部の人にしかできないとても高いスキルなんですよということでねここら辺までで一旦まとめさせてもらってじゃあね家族って一体何なのか重にしかなんないんですかってことなんですけどもちょっと考え方を変えてみましょうあの家族ってのは一体何なんでしょうかとそれはね 家族というゲームの中では仲間なんですよ。お父さんも仲間なんですよ。ね。だから、全員生活保護で、例えばね、生活保護費が今、そんなに高くないですけど、生活保護費が30万もらえて、で、お父さんも30万、お母さんも30万、子供がいたら子供には30万っていう風な、こんなね、家族だったら誰も働かないわけですよ。そしたら、仕事をする人間としない人間との対立生まれないんですよね。だから、家族というゲームの中では仲間なんですよ。ただし、 誰かが稼いでこないといけない。ビジネスをしなければならない。生産をしなければならない。となると、その人だけが全く違う世界に行っちゃうんですよ。例えばお父さんですよ。そうするとね、家族っていうのは消費しかしないわけですよ。もしくは生産してもほんのちょびっとなんですよ。だからとてもじゃないけども、同じようなレベルで物が語れないんで、時に邪魔になるし、無益ならまだしも、有害になってくるんですよ。ね。それは、 仕方がないと言えば仕方がないし、家族を持つ以上、お父さんは確保しなければならないと思うんですよね。でも以前もお話ししたように、結婚観について男性と女性が大いに違うのは、男性は、あ、この女性と結婚したらどのぐらいまでの負担だったら耐えれるかなっていうふうな、マイナスに耐えれる人を選ぶんですよ。でも、女性は男性に対してどうでしょうか今の自分の暮らしをもっと豊かに楽にしてくれそうな人を選ぶんですよ。 だから、負担にしかならないんですよ、基本的に。重しにしかならないんですよ。女性でね、私が結婚することによって、この人を幸せにしてあげよう、この人をもっと楽にしてあげよう、この人を豊かにしてあげようっていう人が出会えたら、男性としてはものすごくね、ラッキーですよ。そういうことはまあないですよね。どんな男性と一緒にいたら、もっと自分は楽になれるかなと。働かずに養ってもらえるかなっていうのが前提なんですよ。だからこれはね、悪いよって言ってるわけじゃないんですよ。 まあそういう役割があるんだったらもうそれは仕方がないと。だから男女同権だっていうことを早く放棄しないといけないんですよ。男女同権ではないよと。同質でもないよと。異質なものなんだよと。違う権利を持ってるんだよってことです。ここが大事です。男女は同権ではなくって別々の権利を持ってるんですよ。男性にだけしか持ってない権利、女性にだけしか持ってない権利っていうのがあるんですよ。それをお互いに尊重して組み合わせていきましょうってことで、ダブルの権利を 行使することができるここをねやっぱりね大きく誤解してるんではないかと思いますし誤解させるようにアナウンスされてるんで仕方がないのかなと思うんですよ。男女同権だってねじゃあなんでねあの、まあ、ショッピングセンターのトイレ男性と女性分かれてるんですかってことじゃないですか同権なんでしょじゃあ何で男性が入れない場所を公然と作ってるんですか女性が入れない場所を公然と作ってるんですか なんで大衆浴場は男女分かれてるんですかそれは違う権利を持ってるからでしょまあこれはすごくわかりやすい例だと思います。じゃあもうちょっとこのトイレの話進めていきましょうか。障害者用のトイレってありますよね。なんで男女分かれてないんですかね。障害者だって男性女性があるんですよ。なんで一緒くたにするんですか男性女性、えー、障害者。何このね、一緒くたと思います私は。 だからね結局自分の立場しか見えてなくて相手の立場は全く考えてないから男性女性障害者っていうこんな乱暴な分け方になるんですよだって男性用トイレの中に障害者用のトイレがあるんだったらいいですよ女性用のトイレの中に女性用障害者のトイレがあるんだったらいいですよなんで男女じゃないところのカテゴリー作っちゃったんですかってことになりますよねうんだからもっと言えばね 障害者しか入れなないいトイレって作る必要ないんですよ男性トイレの中にやっぱり男性の中にも障害を受けてる方がいますよねっていうことで男性トイレの中に作ればいいですよ女性もそうですよとかねうんまあさすがに男女一緒のトイレ作りましょうっていうところにはさすがに私もなりませんけどねっていうのは私は男女は別の権利を持ってるっていうふうに思っていて男女同権なんて思ってないからなんですよ男女同権があるとしたら違う権利を持ってるからそれをお互いに尊重しましょうってことですね 自分に持ってない権利を女性は持ってるなと。女性は男性に対して、あ自分が持ってない権利を男性ということで持ってるなってことですよね。まあね、私にとってみたら男性は見栄を張ったり意地を張る権利があるのかなと思いますけどね。<laughs> まあ,あ、どんなことでしょうかね。こういうのも考えたら一つね、またカテゴリーになると思いますので、別の機会にお話しししようかと思います。まあ、それで、えー、家族っていうゲームの中では、 お父さんもお母さんも子供さんも一つのチームメイトとして仲間になれるというお話をしましたけどもじゃあビジネスっていう種目を変えたらビジネスするのは結局お父さんだけでしょ、うん、だからそれが同時に家族も演じないといけないんで対立するって話なんですよ特に YouTube で稼いでいる人稼ぎ続ける人稼いでいこうとする人っていうのは YouTube をはじめ全てを商品しか使ってない人から見ると全部無意味に見えるんですよね なんか夜中に起きて YouTube やってる。なんか意味あんのかなと。なんか気味悪いなと、うん。家族で物を立てられなかったりとか声をかけられない瞬間あるじゃないの。だったらめんどくさいことやってるなってなっちゃうんですよ。いやでも本来なら家庭で YouTuber をやってる人でも本来ならね出勤して家族の全く知らない環境で血平道を吐きながらお金を作ってきて月末口座に入れるってことを繰り返してる人ばかりなんですよ。でそれがね 目に見える範囲に来たところに、なんかね、邪魔に見えてくる。まあそんな感じが。まあ邪魔とは言わないと思いますけどもね。何か頑張ってるなぐらいにしか思ってくれないっていうところに、まあ大きな乖りがあるんじゃないかな。それが言葉になったのが、意味があるのって言葉なんですよ。うん。いや、あの、意味があってもね、理解できないですよ。YouTube からお金を生もうとしてる人と、YouTube からお金を稼ごうなんて全く思ってない人。意味があっても理解できないでしょ。 あなななたの知能でででででは無理理しょってことなんすすすよよねね <laughs> 解する意思もないですよ、ね、<laughs> だからねもしねそんなことやって意味あんのっていうふうに奥さんが旦那さんに声をかけるとしたら違う言葉をかけてもらいたいなと思いましたね。それはね意味あるのではなくてあらゆる知恵を総動員してやっぱ奥さんはね意味を旦那さんに稼いでる人に与えてあげてほしいんですよ。 何をやってるか難しすぎてよくわかんない。でも、その一つ一つが私たちの暮らしを支えてくれてる愛情の一しずくなんだってことはわかるよ。ありがとうねと。私たちが水道をひねるたんびに、ああ、あなたが稼いでくれたお金で今日も水道料金払えるのね。夜電気をパチンとつけるたんびに、ああ、電気が今日も通った。あなたがこの電気代稼いでくれるのねあ。今日も洗濯できた。 今日もご飯作れた。今日もお買い物に行って、バーゲンじゃない普通のお肉が買えた。全部、あなたがもたらしてくれた愛情なのね。じゃあ、あなたのもたらしてくれた愛情を恩返しするつもりで、腕に余裕をかけて美味しいものを作る。健康に管理するようなものを作る。そして、瞬間瞬間をあなたによってもたらされたと思って感謝するわ。というふうな気持ちを込めて、ありがとう。頑張ってくれたんだね。 私なんかできないかなっていうふうに意味あるのっていう言葉を吐く代わりにこういう言葉を使っていくとねどれだけお父さんはねやってることに意味を持たされるのかってことですよだから意味あるのって聞くのってのは旦那さんの寿命を縮める言葉ですよね先ほど言ったように奥さんは意味を旦那さんに与えてあげればいいんじゃないですかこれはねタカさんに 言ってもしょうがないことかもしれませんけども他の方も見てると思いますんで、うん、そういうふうにしてくれる奥さんに対して全身全霊でね喜んで身を捨てて働いてくれるはずですよそれこそ笑顔でねいや今日も大変なことやるけどもこのぐらいのことを俺はねのけて家族を守るぜ愛しているぜみたいな感じになりますよでもね新しいことを挑戦しようと思ったらそれなんか意味あんのもうね背中に溝を当てられるような気持ちですよね こんな冷たいこと言われながらも俺はやらないといけないんだろうかみたいなで逆に言うとこれねお金をくださるお客さんの方に愛情を向きますよありがとうございますみたいなねもっと言ったらお金を払ってコンサルしてくれる自分のね師匠たる人メンターたる人に愛情を感じますよなんでこういうことが家族はできないんだろうと思っちゃいますよね誰よりも養って誰よりも支えている自分が 全く家族からら支えられないいみたななねさらる負担を与えられるみたいなね葛藤に頭を悩ませることもあるんだよなかろうかと思いますけどね <laughs> そうなってくると高度経済成長期のお父さん方が帰り道で赤ちょちする気持ちも分かりますよね家族にはおおよそ共有できない理解されない気持ちをサラリーマン同士管をまいているそれが明日への活力を作ってね 明日も頑張るるぞーってエネルギーになるとそして家に帰ったら「あんたいつまで外に行って飲んでるの?」ってまた怒られるみたいなね「せっかく晩ご飯用意したのにもう知らない」とか言って怒られると家に帰ったら怒られることばかり怒る余裕を作るためにまた今日も働くみたいな感じですよねだからお父さんは働けば働くほど自分の人生からいろんなものを失っていきます もう趣味もやめちゃいました自分の好き好みの仕事も選びませんもうプログラマーが好きでもやめてねもうねやりたくもない仕事をやります家族を支えるためにでもそうやって家族に余裕作ったあげく家族は一生懸命お金を使う機会を得てそして旦那さんをいじめるいろんな言葉を覚えてきますそれあなたの感想ですよねっていきなり言われるかもしれないですよね <laughs> はいということで今日はこんな感じで、ね、半分笑いながら あのどっかの男性にはね <laughs> よく言ってくれたみたいなね共感をねしてくれるかもしれませんね実際ねあのメッセージが頂けてねあの久保さんよく言ってくれたみたいなのあるんですよ <laughs> このシリーズやってるとうんまあ、それからねそういった方が共感して即か、まあ、塾ってところにねあの興味を持ってくださったりとか、まあ、入塾してくださったのは女性の方だったんですけども、うん、でもやっぱり一部ねあのー さんんみたた。いな考え方は私は理解でできてませんでしたもうちょっと思考を学びたいんでそっか塾を入れてくださいっていうふうな感じでメッセージが来ましたねはいそして今回補足動画はこのあとこのまま続けてやりますけどもタカさんねやっぱこうそっか塾っていうのはあの時に応じていろんなカテゴリーを作りながらあの毎日毎日メール配信してもう10年目になるんですけどもそのメールマガジンっていうの何がいいかっていうとまずはねメールアドレスをおー皆さんから頂い,いてるってことなんですよ。 もちろん私の即課塾っていうのはメールでお申し込みいただいてそっからのやり取りになりますのでメールアドレスはみんな皆さんのものゲットしてるんですけどもその中で即課塾に入ったらそのメールマガジンの中に搭載していくんですよね、まあ、そうすると例えば YouTube がバンされても仮にですよメールでメッセージを送れるんですよ今 YouTube がちょっと制限されちゃったんでサブチャンネルでやりますみたいな連絡ができるんでとりあえずね連絡がこう視聴者さんと途絶えることがないんですよ塾生さんとね であとは自分の表現したいカテゴリーをそこに作ることができたりとかあと塾生産を取り上げることもできてそれをメールで送れますよねだからそうなるとね塾の運営ってのは非常に楽になるし受け取る方も見やすくなるしでメールは届くんだけども URL をクリックしたいっていう自由もありますよ、ねうんでね私としてはやっぱこのメール システムっていうんですかメルマガのシステムっていうのは多分インターネットができたと同時にできたぐらいの、あのー、システムだと思うんですよだからこれがやっぱ不動なんじゃないかなと思いますよねもちろんポータルサイトをアップロードしておいてそこに自由にアクセスしてくださいっていう形でもいいんですけどもそうなるとね、あのー、更新されてるかどうかわかんないサイトにいちいちアクセスしなきゃいけないんでじゃあ1週間に1度アクセスしようかなみたいになっちゃうんですよねでだんだん見なくなるみたいな。 結局塾生さんのその意欲ってのを削いじゃうんですよねじゃあどうやって熟成さんの意欲を刺激し続けるかっていうと毎日何かメッセージが届くってことなんですよとりあえずメールボックスに今日も届く明日も届く朝もっても届くってことになると今日はちょっと見てみようかっていうふうなことになったりとか、うん、それからメールマガジンにはねやっぱこうそれぞれカテゴリーごとにタイトルがありますんでタイトルによってお今日はちょっと開かない,といけんなみたいな感じになったりするんですよね。 まあこの辺は吉谷さんもあのメールマガジン使ってると思いますのでんなんかねメールボックスに入っているそのタイトルによって普段は見ないんだけど今回見ちゃいましたみたいな感じで同機づけされるとこあるんじゃないかなと思いますね。タカさんのメールマガジンでスタートするっていう形はあのまだ熟成さんが少ないうちに形を作っておいてあとはそこに新しい熟成さんがね 入ったりとか商品買った人ができたらどん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 こうプラスオンしていくことによってだん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 自分の塾の規模ってのも分かりますんでね私の場合も今1000人超えちゃったんでまあすごい人数だなと思うばかりですけどもでもクリック率もね出てきたりしますし、まあ、時には大会を申し出てねメールアドレスちょっと解除してくださいみたいなのが来てあーなんか残念だなと思いますけどもでも逆にねこの人には必要だった時期はあったけども 今はもう自分が必要なくなったんだなと、卒業だねおめでとうみたいな感じもあったりしますよね。はい、ということでございまして、今日100、なんで、27話、早く200話とかになったらいいですね。はい、じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。お疲れ様です。